これは9。いやー、堀さん難しいですね。堀さん、これ魂のスーピンさん魂の3連打あるよ。これもう次手を都合じゃないの。そんな、いや、もう積もってくれ、積もってくれ。いや、19スーピンだよね。19スーピン、19スーピン。何枚いんの、何枚いんの。6山、6山。さすがにこれもうスーピンでしょ。てかさ、うちのさ、積もれ積もれ積もれ、うちのつもかさ、うちのつもだよね大体。裏ドラが乗るか乗んねえか。よし、ちょっと安心して、ちょっと安心したい、頼むから。こういう時ってさ、チーマンが裏表だったりするよね。じゃあ裏裏ってこと？そっち。あ、あるかも。でも俺が思い描いてることってチーマンが裏裏というよりは、なんかローピンかチーピンが裏ドラなんじゃないか説あるけど、でもな、カジナルってなりますね。そうですね、ドラのシーン。何これね。いや、ローピンかチーピンが裏ドラのってことは人類の歴史じゃないです。ないんだ。じゃあパワンでいい裏ドラ。はい。裏よ。え、人類の歴史上これ裏ドラ乗んなかったことないんだよ。ない、絶対ないです。それ。いや、もう積もったら裏ドラですよ。だけど、あ、リャンソー取っちゃった、リャンソー打たれる。あと何枚いいんだよこれ。3枚。え、3枚。数枚いる？4枚。数枚1とチーマン3か。そう。チーマンでも裏表にいるから。裏表にいるから3枚。実質3枚。2巡目リーチ打って9巡目で全然積もんねえなっていうおじさんどう？やばくない？あ、怖い。大丈夫。これは間に合ったことない。別にまあでも流木でも結構。ダメ。だって裏裏なんでしょ？絶対に裏ドラ表示杯がチーマン。なかなかそこになんかベットしてる人なかなかいないよね。このルールでさ、裏側にあのちゃんとこれ当たったらオッズ30、オッズ34倍だから。だって一応他にも統一2個ある、2種類あるもん。いいの。もう俺はこういう時知ってんの。街でなおかつあれよね、裏に転がるやつでしょ。条件が整ってる。今危ない。3万にした。やばいじゃん。あ、危ない。よかった。次、ローマもなくなりましたからね。あ、なるほど。いるぞ、まだいる。やめて。まだいる。あ、相撲置いちゃったよ。すまない。あ、相撲1個あるわ。これで？すまんじゃない？いや、すまん打たないでしょ。いや、これ。え、ないんじゃないの？いや、ローピンがある。え、中筋でしょ？絶対じゃないんでしょ？え、カンローピンになるでしょ？イーソー打つでしょ？まず。え、これ、ピンズ引けば？ピンズ引けばいいんだ。メンタン一発とかもある。そう。ピンズでも、マンズ引き戻せないから、うわ、背もなくなったけど、これ、堀さんが背も重ねないから。ないから大丈夫だよね。3枚、4枚ゲー振りてんだから。堀さん、うわ、何これ？もうどう？あと山1枚。ピンズ！これさ、いや、攻めるんだったら感あるよね。別に攻めるなら感。あと何回飛ばるの？さあ、2回。じゃあローピン打ったとせってこと？ほら言ってるよ。通奏だ。言ってる。じゃあ安牌できちゃったね。うわ、待っちゃう。なった？スーマン待っちゃう。え、じゃあスーマンにくっつかないじゃんもう。ピンズ引けばうちが補充なの。絶対補充する。わかんないけどね。絶対補充すぎて。通奏できちゃったからね。いや、いいの。ピンズ行く？ピンズなら絶対なの。まだある。楽じゃない。だって数層無筋だからね。確かに無筋押してんだから。ピンズいる。ピンズめっちゃいる。絶対テンパる。ピンズもたからさみたいな。いや、これどうなったの？絶対リーチ。いや。打つならリーチ。打つならリーチだよな。これだってこれ3ピン合わされてないんじゃない？5二直変わる。3ピンバニッツ。1枚合わされてない。合わされてない。これいったかもな。いったわ。ほらチーマンがなんだ。裏ドラ表示杯チーマン。ほら、あ、大井さん違うって。いや、俺、いや、こっち俺チーマンで、こっちローピンかチーピンしてる。見たわ今。え、取ってました？さっきの瞬間取られてました？大丈夫ですか？